はい、えー、今日はですね、またね、あの、教えない授業っていうのが結構ね、ニュースなんかで取り上げれるようになってきたんですよね。はいまあ、教えない授業っていうのは一般的にね、一般的にですよ、教師は説明をしない、えー。それから生徒が話し合う形で行うと。で、それから、まあ中にはね、生徒が学習リーダーを務めて行うと。まあこういうのをね、教えない授業っていうふうに言われてるんですけども、 まあ、何度もね、ここでも取り上げてきたんですが、今、ブームになっていることについて、水野先生どう思いますいや、あんまり、あの、チェックしてないんですけども、多分、ち勘違みんな勘違いされてるんだと思います。あの、教師がやらない、イコール教えないっていう風な図式が頭の中に、 できちゃってるような気がするんですけど、そうじゃないですよね。やっぱり授業の上手い先生方の教えないっていう概念は、教師がやらないんじゃなくて、もう教師主導ですよ。この教師主導って言うから勘違いされるんですけど、教師主導で子どもたちが自らなんか発見するっていうか、気づくっていうか、 先生は教えないんですよ。教えないんだけども、子供たちがだんだん興奮していって、<laughs> あ、こういうことだっていうふうに、自分たちでもう発見していくようなのが教えない授業ですね。<laughs> 村野先生どうですかはい、あの、今水野先生がおっしゃった通りだと思うんですけど、水野先生のそのサムネがね、サムネ映るかなはい。はい。そのサムネね、はい。教えない授業のやり方って書いてあるじゃないですか。はい。そうすると、 やっぱり普通の人は教えないんだなって普通に考えちゃうんですよね。うんはい、確かに、あの、向山先生教えてないんですけども、まあでも気がつかせる授業ですよね。はいはい。で、一人気がつけば、他の子も、えってこう気がついていくという、そういう集団を使った授業だし、はい。はい、いや、あの、水野先生のこの動画を見た方はね、あのもうわかってると思うんです。けど絶対見た方がいいですよね。 うこういうのを本当の意味で気がつかせる指導。まあ、教えない指導っていうふうにも言えるんですけど、今教えない指導って言うと本当に教えない先生が多いので、そうなんです。<laughs> なんか、ね、ごっちゃにされちゃう可能性があるんですよね。うん、まあ、そんなふうに思いました。でね、水野先生の教えない授業のやり方は、いわゆるここで言う教えない授業というような評価はくだらないっていう感じがするんですよ。 教師のまあ一問一答式みたいに取られる可能性が大かなと思ってるんですけど、うん、それどうですでも子供の側からしたら、子供の頭の中を考えないと、この教えない授業かどうかって判断できないんですよね。あのー、最近読んだ本で、今井睦美さん、あの言語の本質の書いたね、はい、今井睦美さんの 英語読習法っていうあの新書があるんですけど、その日本人はどうして英語がね、あの授業を受けても喋れないままなのかっていうことについても書かれてるんですけども、それまさにこのあの、この学習者が自分で発見するような授業をしないと英語は身につかないってい、ね、う全く気づかせる授業なんですよ、うんそ。そのことがね、書かれてたんでね、これ興味ある方はね、ぜひ読んでみてほしいなと思いました。 村野先生どうですか今の意見。ね。水野先生のあの授業はね、きっとね、教えない授業に当たらないっていう評価になると思うんですけどね。<の>大事ですよ、あの授業ね。はい。そうですね。あの、今一般的に言われている教えない授業っていうのとは、うん、まあ、あの、全然組み立てが違いますよね。組み立てが違うというか、構えが違いますよね、教師のね。だって、あの、まあ、水野先生のこの動画を見ていただければ一番よくわかるんですけど、本当に なんていうか、理想的な授業ですよね。先生の教えたいこともあるんだけど、それを教えずに、で、子供たちが熱中して、それを自分で掴んでいくっていうのも、本当に素晴らしい実践ですよね。まあ、そういう実践があるのに、なんで本当に教えないで、あのか自分たちで考えさせるとか言って、投げ出しちゃうのかなっていう感じがするんですよね。でね、僕、ネットでね、いろいろ検索していったら、山本高夫先生かな。うん この方が今の教えない教育の主流なよね。で、この方の随分読んでいくと、あの、簡単じゃないって書いてる。うん。で、まあ、ある意味ね、見ていくと、やっぱり個人に、いわゆる教える授業もバッチリできる人が、かなりのハードルを超えながらやっていく授業っていうイメージの方が、正しいと。ところが世の中はどうもね、うん、いきなり子供の司会でやればうまくいくだとか、 そういう勘違いがあるんじゃないかなと思うんですよね。どうですか、水野先生。まあ、勘違いですね。<laughs> はい。<laughs> あの、一斉授業できない人は、やっぱりできないですね。<laughs> 村野先生、どうですあそ,そう思いますね。だから教えない授業っていうと、先生が楽なイメージがあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、もう、教える授業がきちっとできる人が、そのさらに上の教えない授業っていうのをですね。 あの構成できると思いますので、やっぱりいきなりね、教えない授業のやり方みたいな出てくるとね、みんなあのうまくいかないんじゃないかと思うんですよね、だから水野先生はこれ見れば一番いいと思います若い頃さ、<laughs> うん、ほらあの、学び合いかね、学び合いか、あのなんかことがいろいろあったけど、そういうことに挑戦して崩壊した学級がいっぱいあるっていう話聞いた。<laughs> ごめん まあ、いわゆる教えない授業の一環のね、学び合い教育でたくさんのね、学級が崩壊してるって話を随分聞いたんだけども、どうでした、水野先生聞かなかったあの、若い頃。いや、結局楽なんで、<laughs> 流れちゃう流。流行ですね。あと、楽だけじゃなくて、あの、ある程度力ある先生でもなんか流行を追う傾向があって、それやっちゃって失敗するっていうのはきっとね、あったと思います。 うん、村野先生どうあのずいぶん前だったと思うけどね。結局同じのことやってるんですよね。うん、ずいぶん荒れた楽器が出たって聞いたけどね。あの、ちょっとそれはよくわかんないですけども。まあでも、うん、いきなりこの教えないっていうのをそのまま捉えて、お前たちでやれってやったらうまくいかないように決まってますよね。うん、でね、この,の<あ>はい。私たち3人の動画でもうちょっとあの、授業を噛み砕いて、 お伝えしていかないと、うん。きっと、我々のような動画の発信者ってあんまりいないような気がするんですよね。はい。もうちょっと、ね、だから。丁寧に。はい。はい、そう。もうちょっとだから、あ、もう、もっともっと細分化して、あの、授業と同じで、若い先生方に伝える必要があるのかなって最近思いました。はい。あのー、この間、谷先生のね、 新教育宝島見てたらね、座席をこの字型にしなさいってことで統一されてると。ところが子供同士がね、あのー、どうしても顔が見えるので騒がしくなっちゃう。どうすればいいですかっていうような Q&A があったんですよね。これなんかまさに形から入るので、せっかく黒板の前の情報をね、コントロールして、子供が学習に集中できるようにしたのに、対面型にしたら目の前に動く、 えー、子供がいる。意地悪な顔する子がいるっていう情報をいっぱい見せるわけですからね。あのー、これはね、絶対やめてほしいと思いましたね。あんなことしたんじゃね、中学年ぐらい低学年の子供は集中できませんよ。それは気が散りますよ。なんか手でおもちゃしてるのもいればいいなと思うしね。うん。一斉授業の中でも子供が発見したり子供たち同士で話し合うような場面を教師が意図的に計画して、 できるように育てていくながらやっていくっていうことをもうちょっと伝えていくといいんかね。そうですね。うん。そういうのができるようになったら、この字型とかね、いろんなスタイルやってもきっと大丈夫になると思いますうんうん。そうそう。だからね、あのー、僕も必要に応じて使い分けるのが多分一番いいと思うんだけどね。まあ、ただね、なんでこういうことを強制するのかなっていうのを考えると、変えない人っているでしょ その変えない人の方がいいんならいいけどね。相変わらず市長区一本でね、黒板に板書しながら映させるような授業をしてる人をね、なんとか変えたいっていうから、形から入る部分もあるかなとは思うけどね。どう、この問題は本当にどうしたらいいやろうなっていつも思いますね。変えない人いるでしょ あそ,そして、あのその版書のチョーク1本で説明ばっかりが一斉授業だっていうふうに勘違いされちゃうんですよね、うん。授業って結構奥が深いじゃないですか。すね、我々だってもう毎日毎日、こうやって配信して、何年も配信してもまだまだいろんなことが言えるぐらい、教育って、授業ってね、中身がいろいろあるのに、なんかその表面的に捉えられすぎてる感じがするんですよね。 うん、ねえ。ということでね、水野先生の教えない授業のやり方ね、ぜひ見てほしいねこ。こういう場面を授業に作る。ね、意図的に。で、裏にはちゃんと教師の深い教材研究があると。うん、でね、あの、この水野先生のやり方はね、僕は様々な応用が効くと思うので、あの、その動画をちょっと使わせてもらって、僕なりのやり方も紹介してます。これまた出てきますので、ぜひ見てください。 はい、楽し,しいでもはい、次どうするの次どうするのって子供たちに聞いていくだけの授業ね。はい,は,いは,いはい、はい、はい。これ集中するのよ。<laughs> 僕なら言えるのにとかね。誰々ちゃん言えるかなとかってみんなドキドキ感で参加できるんですよね、うん。だから、まあ、それは教えない授業じゃないって言われればそうだけど、そういう手法を取り入れていけば少なくともね、あの、黒板にね、説明して書いてね、写させる授業とは別物ができるってことも知ってほしいね。 はい。そうです。はい。はい。子供の頭の中が大事なんです。はい、そうです。はい。<laughs> ということでね、今日はあの告知をしたいと思います。水野先生、告知をどうぞ。<laughs> はい。あの、明日、あの、私のね、北海道のところにですね、村野先生と吉田先生が飛行機に乗って羽田からこちらにいらっしゃいます。 で、えー、まあ北海道ツアーですね。あの、恒例の3人のツアーを、今年は北海道で、いよいよ北海道、私の地元にご案内するということで、えっ、ー、と、ゲストハウスみたいなところでね、宿泊、2泊するんですけどもね、えー、明日と明後日泊まりますので、あの、そこから、多分ですよ、多分、あの、<laughs> ライブ、3人でライブしたいなと思ってますので、もしお時間のある方は、 あの、ちょっとクリックしてみてください。<laughs> どうでしょう ?8 時ぐらいからできるかなそうですね。できます。ね、余裕でできます。で皆さん、<時>あのね、お仕事中なので、まあ今回は1時間ぐらいでね、はい。2日にわたって、はい、えー、話をしていこうと思います。はい。あとね、もしね、質問があればね、はい、また、質問通りよろしくお願いします。もうあと夏休みまでね、20日ほどなるんでね、皆さん、うん、頑張ってほしいですね。この間若い先生の X 見てたらね、 あと4週間とかはね、カウントダウンしてましたよね<わ>、はい。中継地点です。はい。もう少しね、頑張ってほしいなと思います。<laughs> はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。した吉田隆の教え方チャンネルです。今日はセミナーの告知です。授業づくり講座24の5回目、作文指導の進め方。令和6年7月27日土曜日。 午前9時半から午前11時半まで開催します。Zoom です。えー、なおですね、夏休み中ということで今回は土曜日の開催としました。参加費は1000円です。えー、講座内容はお手本を真似る意見文提案文の指導、授業から学ぶ作文指導 Q&A となっております。たくさんの先生の参加お待ちしております。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、強化単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。